愛媛県温泉郡の一温泉郡は愛媛県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は松山市の一部にあたる。ほぼ現在の松山市中心部にあたる領域を郡域とする。古代には久しあじ国像が設置された。湯郡と呼ばれ、湯郡、温泉郡の名はこの地で古代から知られた。 温泉地イコール現在の道後温泉にちなむとされる。式内社縁起式新名帳に記される軍内の式内社。1、アジセ村2、小関村3、雄ス村4、浅見村5、道後村6、道後湯の町7、湯山村8、桑原村9、蘇我村11、石井村12、久米村13、小野村14、北吉井村15、川上村21、 千海村 22, 南馬村 23, 縦岩村 24, 正岡村 25, 北条村 26, 河野村 27, 俗井村 28, ゴミ王村 29, 僕の村30。 東中島村31、西中島村32、上和村41、伊大村42、堀江村43、塩見村44、三行村45、久枝村46、分け村47、新浜村48、午後島村49、水戸浜町50、小水戸村51、南吉井村52、浮野村53、江原村54、 坂本村 55, 廃止村 56, 三内村 79, 羽生村 80, 淀村。ありがとうございます。